シャローシラジオサニーデーフライデー、はい、こんにちは、田村陽太です。今日もね、一人語り会をしていきたいと思います。今日のテーマはですね、仕事をただやるのではなく意味のあるものにしようというテーマでお話をしていきたいなと思います。今回のテーマにしたきっかけとしてはですね、まあ、私は最近仕事しながら育児をしてっていう形で、まあ、お仕事させていただいているんですが、まあ、夕方くらいに子供の寝かしつけをする時間があるんですね。で、まあ、夕方寝かしつけしていると、ちょうど外からですね、まあ、灯油の移動販売が来るんですね。で、その灯油の移動販売が、まあ、毎回まあその、まあ、大音量というかですね、昔の童謡みたいな、まあ、雪やコンコとか焚き火とか、まあ、そんなを流しながら、こう流してね、販売しに来るんですよ。で、毎回毎回寝かしつけの時に、いや、うるせえなとか思いながら、子供もなかなか寝ないので、なんとかしてくれないかなとか、めっちゃ思ったりするんですね。で、まあ、そんな風なことを思っていた時に、この前、ドキュメント72時間っていう、まあ、NHK のドキュメンタリー番組がありまして、で、ちょうどその札幌の灯油販売の会をやっていたんですね。で、やっぱりその札幌とか寒い地域で、まあ、お年寄りの方とかでしたら、その、まあ、買い物難民というか、なかなか灯油をね、自分で買いに行けなかったりするので、やっぱその灯油販売、その、移動販売車で売るっていうものに、やっぱ必要性があるんだなっていうのは感じたんですね。ただ、まあ、その、テレビでもやってたんですけど、まあ、そういうお年寄りとかでも、まあ、その灯油販売を、まあ、依頼する際には、ちゃんと電話をかけて、まあ、注文をしてたんですね。なので別にもうその流しで、まあ販売に来るというか、まあ電話して、その移動販売車が来て、お客さんにお金を払ってもらって、灯油を下ろすみたいな感じだったらいいと思うんですけど、そのわざわざその灯油の移動販売の時に音楽を流してまでやる必要があるのかなっていうのは、すごい疑問に思ったんですね。まあ、中にはその季節の風物詩的な意味で、まあ流しながらすることによって、お客さん的には、あ、懐かしいなっていうような、思いを持つ方もいらっしゃるかもしれないんですけど、別に灯油を懐かしいからって思って買う人ってまああんまいないと思うんですよね。なのでその、まあ、自分たちの、まあ、やってる事業っていうのが本当にただやってるフリーになってないかっていうのを日々こう事業をやっぱ見直す必要があるなっていうのは今回の件で非常に思いました。時代もいろいろとこう変化していく中で、その自分たちのやってることっていうのが本当に意味あるものなのかなっていうのをこう点検していく必要があるなっていうのは普通に考えています。ですので今日はですね、まあ、仕事をただやるのではなく意味のあるものにしようっていうことでですね、普段やってることっていうのがどのような意味を持ってるかっていうのを考えてはいらっしゃると思うんですけど、今回の回でぜひ見つめ直していただく機会にしていただければなと思い、お話をさせていただきたいなと思います。で、その仕事、自分たちのね、仕事の仕方っていうものをこう意味あるものにするためのコツということで、私はポイントが3つあるかなと思ってます。まず1つ目のマインドとしてはですね、その過去やってきたことっていうのを、まあ、当たり前だと思わないことっていうのは、めちゃくちゃ重要かなと思いますね。まあ、これ会社とかでもよくあると思うんですけど、この仕事って何のためにやるんですかって言った時に、いや、それ別に特に深い意味はなくて、まあ、先輩がやってきたから、これが正しいんだよとか、まあ、会社的にはこういうふうな、統一したルールでやってるからいいんだよみたいな、まあ、会社の風習だから大丈夫ですよみたいな感じで、まあ、なんでこれってこういうためにやってんのかなって、まあ、よくわかんないけどやってるみたいな仕事ってあるじゃないですか。そういうのも本当にまあ社内の中ではそれが正しいよってなってるかもしれないけど、一歩外を出た時に、まあ、お客さんからクレームをもらったりとか、いざこう実際にそのお客さんに対して製品を販売した時に、これってもうこういう風にした方がもっとお客さん、私たちのためになるんじゃないですかみたいなことを言われることによって、あ、自分たちの考え方とその社外の人の考え方って、まあ、ギャップがあるんだなって気づかされることってあるじゃないですか。そのまあ自分たちのまあ社内で、まあ社内のね、人間とか、まあ従業員さんとか、まあ同僚さんと仲良く、まあ自分たちの考えが正しいよね、みたいな感じで、まあ傷の舐め合いみたいな感じでするのもいいかもしれないんですけど、やっぱりそういう思考停止に陥ってる状態っていうのは、本当にそのお客さんのためになってるのかとか、社会のためになってるかっていうと、なってないパターンもあったりするので、やっぱその自分たちが、まあ過去やってきたってことは、今の全社会的に考えた時に、まあ当たり前じゃないんだなって思うことっていうのは、まあ非常に重要かなと思いますね。二つ目としてはですね、その常識とか、まあ、一つの答えに従うっていうこと自体が、まあ、その時点で考えが古くなっているよっていうことを思うようにしなきゃいけないっていうことですね。まあ、昔とかはやっぱりこのネットがね、ここまでこう、
進んでいなかったので、まあ、なかなか調べる手段もなかったので、まあ、自分たちがなんとか必死に頑張って調べた結果っていうのは、まあ、これが多分正しい結果だろうなとか答えだろうなっていうふうにある意味まあ正しいと言わざるを得なかった状況だったと思うんですよね。ただもう今はもういろんなことっていうのがまあネットであったりとかいろんなまあ媒体を使うことによって調べることができるので、その時代のその時点ではその答えは正しかったかもしれないけど、今の時点では全然答えが変わってますよってことってまあざらにあるじゃないですか。みんなが言ってるからとか、この常識が正しいよねって言われてるからとか、まあそういうなんか一歩その進んで考えない状況を作ることによってことが自分たちのその考えっていうのをまあ古くしていることにつながるんだなっていうのは私は思いますね。で、三つ目なんですけど、まあ、これは、まあ、社内の組織的にこういうふうにしていったらいいよねっていうところで、まあ、お話をしていきたいんですけれども、まあ、その社長からその従業員さんへのトップダウンでのお話というよりかは、従業員さん、まあ、いろんな従業員さん、会員の方いらっしゃると思うんですけど、そういう方からの意見を吸い上げていって、まあ、役員層であったりとか経営層の方に、まあ、意見を伝えていくっていうような、まあ、トップダウンよりボトムアップにしていくっていうのは、まあ、そういうトップダウンよりボトムアップにしていくっていうことは非常に重要かなと私個人的には思いますね。まあ、私もだんだんと年齢が上がってきて、まあ、20代の時に考えていたことが、まあ、30代になってきて、まあ、こういう考えもいいなとか考えが変わってきたことっていうのもたくさんあるんですね。やっぱりその20代とか10代の時にはどんどん挑戦して自分の糧にしていこうと思ったこともやっぱり時間的な制約があったりとか自分のやってる業務やんなきゃいけないことの制約があったりとかして、新しいことに挑戦できなくなったりすることっていうのはやっぱあるんですね。そういう挑戦ができなくなったことによって、まあいろいろ自分の新しいことに挑戦しないから、まあそのままでいいじゃんっていうような、まあ現状を維持したりとか、挑戦してまでリスクを取ろうみたいな形に、まあリスクを取らないみたいなことっていうのも、まああったりするんですよね。やっぱりそういう、まあ経営層の方っていうのは、まあいろんな経験を持ってきて、まあその自分たちの事業は正しい方向にしていくために、決定をしていくっていうような方がなるので、まあ、比較的年齢層が、まあ、今まで経験をね、されてきた、まあ、40代、50代の方がなるかと思うんですよね。なので、そういう決定する方っていうのは、もちろんその経営層の方に置くんですけど、その新しい意見だったりとか、こういうふうにしたらいいんじゃないかっていうような、その挑戦を厭わないような世代、まあ、20代、30代とか、まあ、比較的若い方に意見を出してもらって、それをまあ、経営層の中で吸い上げていって、じゃあこういう事業やっていきましょうねっていうような、形にしていくっていうのはやっぱ重要ですね。どうしてもトップの方っていうのはやっぱ年齢層が高くなっていく方パターンが多いので、そうなっていくとやっぱどちらかというと、まあ、過去、まあ、他の他社さんがやってることはどうなのかとか、今まで社内やってきた中で成功は何なのかっていうような、成功していることに対して取り組んでいこうみたいな、どちらかというとまあ保守的なまあ行動になってしまうことがあるので、やっぱりそのボトムアップ定時の社員さんとか従業員さんから意見を吸い上げていって、それを確実に経営層が判断して行動に移していくっていうような姿勢っていうのはやっぱり重要ですよね。それがまあ社内の方で考えている考え方と、一歩で外に出た時の社外とのまあ価値観の相違っていうのをなくす意味でも非常に私は重要かなと思ってます。はい。で、まあ、まとめなんですけれども、やっぱり私個人的なまあ経験としても、やっぱりその答えが決まってることとか、まあ、考えないこと、考えなくても決断できるよってことに、まあ、流れちゃった方が、まあ、気持ち的にも楽だったりすることっていうのは、まあ、私もわかるんですね、実感として。ただ、まあ、そういう答えが決まっていることとか、考えないことに流れることっていうのは、まあ、それってまあ自分の中で、まあ、無意識的にも、ああ、これって過去成功してきたことだから、大丈夫だよねって、まあ、ある意味、ま、保守的に、ま、行動してる部分でもあるじゃないですか。それがその保守的な行動っていうのが、毎回それが続いていくと、それが自分の習慣になってしまって、いざ、その新しい、ま、事業とか、新しいことを踏み出そうとした時に、自分が当たり前となってしまった習慣が身につくことによって、その新しい挑戦を阻害してしまうことっていうのは、まあ、あるんだろうなっていうのは、本当に今、最近思うんですね。なので、常に、正しいこととか答えが決まっていることにばかり追い求めるんじゃなくて、時にはなんかめんどくせえなって思うことでも一回その挑戦してみるってことはやっぱ大事ですね。あとこれでなんか自分がここで話すことによって、まあ後々なんかトラブルになりそうだなとか、後々こうコミュニケーションがめんどくさくなりそうだなって思うことでも、めんどくさいことにまあ挑戦するっていうことは私はすごい大事だなと、まあ日々最近思って
ってますね。はい。で、やっぱりその、どんな物事も、まあ、トレードオフの関係というか、まあ、これをすることによって、これ、こういうことが、面がおろそかになるよねっていうようなことって、まあ、あるとは思うんですけど、自分たちの事業が、何のためにやってて、どんな人に届けたいのかっていうようなことは、まあ、常に考える必要があるかなと思ってます。自分たちがやってる行動っていうのが、このお客さんに対してはいいことをしてるかもしれないけど、このお客さんに対しては良くないことをしてるみたいなことって、まあ、それは相反関係にあると思うんで、まあそういうのは絶対あると思うんですよ。全部のお客さんを救うことはできないと思ってるんで、その自分たちのやってることっていうのは誰のためにやってるのか、何の目的にやってるのかっていうのを、まあ、常に問いただしていくことっていうのは大事ですね。まあ自分たちの業務フローをもう一回こう振り返ってみたときに、あ、これって自分たちが救おうとしてるお客さんに対してはすごい邪魔してる考え方だよなとか、これってまあ今後自分たちがやっていきたいまあ分野においても絶対このお客さんから絶対クレーム言われるだろうなっていうことを、そのちゃんと自分たちがやりたいと思っている方向性と今やってるその業務フローとか現状やっている体制とかっていうのがちゃんと見合ってるものなのかっていうのは常に考える必要が私はあるかなと思いますね。これってなんか僕自身がまあ自分の事業やってるんですけど、まあお客さんに対してまあサービスをするだけだとすごい気づかなくて、自分がサービスを消費する側、自分がこういうサービスを買うってなった時に、そのお客さんからの対応を見て、あ、こういう風にしなきゃいけないなって学ぶことってめちゃくちゃあるんですよね。うん。だからその自分たちの事業をどうしていくかっていうことも考えるのもそうですけど、逆の立場となって自分たちが、まあ、どんなサービスでもいいんですけど、そのサービスを買う側になった時に、あ、こういうことって自分たちとしては嫌だよねとか、自分たちとしてはこういうことが起こんないためには、販売するときにはこういうことを注意しなきゃいけないよねっていうような形で、買う、サービスをもらう側のことも、まあ体験しておくことっていうのは非常に重要かなとは思いますね。まあ会社的にその自分たちの部署はまあ営業だからその買う側にはなれないよってこともあると思うんですけど、まあ、そういう縦割りな会社だったとしても、その自分たち以外の部署ではこういうことが困っているよとか、こういうことは注意した方がいいよねっていうような経験っていうのは、もう常にこう共有しておくことっていうのはやっぱ重要ですね。まあ常に自分ごとにしておくっていうのは非常に重要かなと思いました。あと最近自分の事業で特に意識しているのが、お客さんから自分たちのサービスを買ってもらうときに、そのアイドマっていう仕組みを考えることって本当に大事だなと最近思いますね。皆さんアイドマってわかりますか？まあ、結構これマーケティング用語で使うんですかね。お話しするんですけど、アイドマ、AIDMA の5文字、アルファベット5文字の名前なんですけど、まあ A、まあアテンションですね。その製品の存在を知ってもらう。で、I、インタレスト、興味を持っていただく。D、デザイア、その人が欲しいと思ってもらえる。で、M ってメモリーですね。その欲しいと思った商品を、まあ、インプットしてもらう。まあ潜在意識にインプットしてもらって、で、もう一回 A、アクションですね。で、最終的に、そういえば記憶してたあの商品が欲しいなってことで自分で行動するみたいな、まあ、そういう仕組みがあるんですけど、まあそれを意識して、まあ自分たちの事業も買ってもらうっていうのは、やっぱ意識、普段から意識していかなきゃいけないなとは思いますね。まあ最初のね、まあ自分たちの事業の存在を知ってもらうってところは、まあ比較的私たちの、まあ社労士業のお仕事って、そこまでマイナーとは言っても、まあ国家資格の仕事なので、あまり知られてないことはないかもしれないんですけど、その興味を持ってもらって、じゃあ欲しいと思ってもらうところに持っていくっていうのが、やっぱりもうちょっと自分の中では、まあ、積極的にしていかなきゃいけないなとは思いますね。まあ、その紹介、お客さんから、まあ、税理士さんとか、そのいろんな事業の方からの紹介をもらうってことはいいのかもしれないんですけど、その興味を持ってもらって、本当に欲しいな、その人から欲しいなって思ってもらうところって、最終的な、まあ、自分たちがそのサービスを欲しいって思うところの、まあ、一番強い引き金かなと思うので、まあ、そういうのはしっかりと今後もやっていきたいなとは強く思ってますね。この前、大阪の日本橋を歩いてたらですね、まあ、あるハンコ屋があったんですけど、そのハンコを、まあ普通に印鑑とか、手彫りの印鑑とかってこと、いろいろこんなもの売ってますよっていうような感じで看板書かれてたんですけど、その中に、ハンコ、印鑑、シャドウシーとかな感じで、ハンコ屋とシャドウシーをやってるお店があったんですね。ハンコとか、
に関しては、まあ、そのお金を払ってこんな風にして買えるっていうような形で、まあ、一個の商品的な感じで扱えますけど、そのシャドウ推しっていう無形なサービス自体も、そのお金を払ったら買えますよって形で、その商品に落とし込んで宣伝をしてるのがすごい面白いなって思ったんですね。そういう、まあ、仕組みというか、普段、まあ、ありふれてる商品の中で、商品をこう販売していく中で、あれこの商品って何なんだろうなっていうような形で、まあ、お客さんに興味を引いてもらって、実際その調べてもらってみたら、あ、こういう仕事なんだ、あ、自分たちの会社でもこういうことってトラブルになってるから、シャドウさん使ってみようかなみたいな形で、一回その興味を持たせるためにどうしたらいいのかなっていうのを、まあ、いろんなお店とか、まあ、外出しながら、いろいろ見てるんですけど、自分たちの事業だけじゃなくて、いろんな他事業とか 他業種から学ぶことってやっぱありますよね。その自分たちの社内だけで正しいと思うこと、常識だと思うことだけに束縛されるんじゃなくて、まあ、一歩その社外のお客さんから言われたことであったりとか、自分たちが営業していく中で、いろんなお客さんからの情報を得る中で、あ、もっとこういうふうにしていかなきゃいけないねっていうものを、まあ、強く大事にしていくっていうのは、やっぱ重要だなと私は思いました。なので、せっかくね、この1日8時間、週40時間、ね、フルタイムの方だったら働いてると思うんですけど、ただね、もう上から言われたからやってますっていうようなことって、いいのかもしれないですけど、なんか自分のね、まあ、心の、まあ、もやもやというか、お金もらってるけど、充実した感じがないんだよなっていうことにもつながると思うんで、なんか一歩自分のね、やったことっていうのが、あ、意味、本当に意味あったなってことにしたいじゃないですか。なのでそういう意識づけというか、普段私はそういう風にして先ほど意味あるものにするためにはこんな風にして意識してるよとお話ししたんですけど、毎日のね、行動を、まあリスナーさんも私も一緒に意識していくととてもいいのかなっていう風にして今日はお話をさせていただきました。はい、本日の収録は以上となります。ありがとうございました。はい、本日は最後まで聞いてくださいましてありがとうございました。ぜひね、メッセージや感想などは、ツイッターでね、ハッシュタグ、サニーデフライデーでツイートしてください。また、このサニーデフライデーのね、番組自体をね、ブログサイトのノートにリンクをつけて貼っているんですけども、そちらでもコメント、メッセージも送れるようになってますので、コメントとかしたい方に関してはぜひ送ってください。また、サニーデフライデーの番組のフォローやチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。また、番組のレビューもご協力よろしくお願いいたします。Spotify ですと、5段階評価でつけることができます。また、Apple Podcast ですと、レビューとコメントがつけられますので、ぜひご協力をよろしくお願いいたします。今後のサニーデフライデーフライデーの番組の配信の励みになりますので、ご協力よろしくお願いいたします。シャロー氏ラジオサニーデーフライデー DJ の田村陽太でした。それでは次回もリスナーの皆様のお耳にかかれることを楽しみにしております。今日も気をつけていってらっしゃい。